サバンチャンネル。サバンチャンネル。ね。うん。もう興奮のまま今お届けしてますよ、ね。ちょっと今ね。今少し日本が準決勝今勝ったばっかり。ばっかりのところでこれ始まったから。うん、なのにさ、うん、それが終わってちょっとしてひょうひょうと南川が入ってきたんだけどさあの感じって別に興味ない、はいはい、いやいやあります、もうそんなやめてください。いや別になくてもいいのよ、それ好きな、はい、だいたいおじさんたちだから見てるの。しかも入り時間とかぶっちゃってたから、はいはい、しょうがないっちゃしょうがないけど、しょうがないけど本当にしょうがなくて移動中ね、うん、移動中ででもちょっと早く入って、はい、みんな制作会社だからどうせ見てるだろうなっていう気持ちはなかった。いやなんかそのサマーズさんのスタッフさんがわーって見てたんで、うん、その空間に入れるのなんか申し訳ないなと思って、うん、あのちょっと遠慮してたっていうところがあります。まあまあね、うん、別にじゃあその前まで見てたのなんとなく、はい、朝朝ですか。いや例えば朝とか、はい、その準決勝入る前あのそのネットで、うん、あの今どういう状況かなみたいな感じでチェックはしてました、うん、もちろんもちろんもちろん。いやちょっと話変えませんかいいよ別に見ない人もいっぱいいるんだから。でもやりますから、はい、今日は関係ないこと、南川も一緒にね。 ありがとうございます本当に、はい、何でしょうか。どうなんですかね。渡部に君かわいいねと言わせたい。あら、え、渡部来てんの今日。来るんだね。え、渡部ってまあ、本当はもう渡部どころじゃないけどね。渡部さんアンジャッシュの渡部でしょ。アンジャッシュの渡部。急になんか出だしてるよね結構。アベマさんとかですよね、出られてる。何出てたの。アベマさんとか。アベマ、ネットのやつとか、うん、のずっと田島さんこと思って、うん、田島さんの番組には出てる。田島さんはごめんなさい、ちょっと勉強不足でやってる。アベマですよね、アベマさんね。ああそういうことか、うん、言わせるシリーズだね。言わせたいだから。でもさ、渡部に君かわいいねって言う、うん、あれあった。藤森でしょ大体これ言ってんのは。そうだよね、藤森のツッコミっていうか、それをだからなんかこうインタビュー中に言わせる。だから来て、うん、インタビューって言ってもね、生い立ち、うん、いつも大体プロフィールとか、はいはいはい、そういう感じ。はい、そういう形になります。じゃあ渡部どういうつもりで来るの今日。渡部さんに改めて渡部さんを深掘りたいというところで、うん、我々の皆さんがインタビューとなって聞いていくじゃあ違う緊張感で来てるんだね、うん、そうですね。絶対渡部それ怪しんでるよ。そうそうですよ、渡部深掘りたいって知ってるでしょ大体。ただ裏はこっちですね、これを言わしたら終了、はい、終了。あ、はい、すごい。でも今結構厳かな空気ですよ。絶対こう謝罪モードなんですか。だから今俺の何を深掘りしてんすかって言わない。言わないです、言わないです。なんか絶対 ありがとうございますぐらい。絶対そうですよ、お坊さんみたいな感じ。より普通の状態に来てもこれ言う時って何なの女の子が来てとかさ、うん、言ったこと確かにないですもん ね俺らの人の話になっちゃうとさ、あいつがまた閉ざすじゃない。お坊さんの話ダメよ。でもそれ行かないと大竹さんが可愛くなればいいんだよ。俺が可愛くなるの、うん、これ言うか。確かに確かに。いや可愛い可愛いって思って君可愛いねって声でっけんだよ、かもしんねえだろ。まだ下にはいらっしゃらないんで、上にいらっしゃるんで。これバレちゃったら意外と早く言って、意外と早く言ってバレずによ。なんとなく誘導だからやっぱり。そうですよ、ね、徐々に誘導案の方も。誘導案、誘導案がねあったか。我々が語尾にウィーネを付け出すっていうのは、あ、確かにちょっとある、ね、確かに確かに確かに、それウィーネみたいな、まあ、途中ね、うん、途中からでからじゃないでしょ。いやではやりすぎだよね、これ3だから。1は1が可愛い喋り方で誘導する感じ出してくる。それですかとか、はもうあの誘導が恥ずかしいわ誘導が気持ち悪いもん、ね、確かに。あのこっちに向かって恥ずかしいというより、はい、ここに向かって恥ずかしい。それも言ってくれるかなあいつは。なんか気持ち悪いですねとかちゃんと言ってくれるのかな。なんかね、どうしますかとか。今は厳かな感じだから、うん、言わないと。もちろんもちろん突っ込むということをもしかしたらもう黙る。わかんない、もう振り切ってるかもしれない。ないか、最近はもう。さあじゃあ、はい、はい、来てもらいましょう。うわ、うん、緊張するな。どうぞ。シジボス、うん、おお、おざす。お久しぶり。いた、実在したんですね。いや実在してますよ、うん、実在したんですね。実在はしてますよ。まだ1分も経ってないけど疲れてるけど大丈夫。疲れてないですよ。絶好調ですよ。絶好調、絶好調です。いらっしゃる。よかった。いやいやいや、すいません、痛い痛い、すいません、お疲れ様です。渡部さん、お久しぶりだ。お待たせします。ご心配、実在したんですね。実在はしてないじゃない。過去会ってるんだから。1回も会ってないのはそのセリフありますけど。旅とか行ってたじゃん。そうですよ、旅も。はい、お世話になります。その説はねえ、久しぶり。どれぐらいぶりかな渡部さん。いや、渡部さんは多分4年ぶりくら
らい、3年ぐらい住んでたので、そうね、はい、これ白黒アンデスだったもんな、はい、ありがとうございます、1回目ね、一番しびれてる時期に来ていただいて、うん、一番しびれてる時期に来てるからさ、うん、すごいスタッフの分のお弁当とか片付けてるめちゃくちゃしびれてる、すごい、渡部と南川はちゃんと接点はあんの、はい、いや本当になくて、うん、正直この前初めてようやくちょっと一緒させていただいたぐらい、初めてぐらい、大丈夫、最中南川いじってなかった、南川君が僕をなんか何かしらのところで渡部いじってなかった、はい、いや全然それは全然なかったというか、ないですね、はいはい、多分渡部さんがあまりにもさすがに面識がなさすぎて餌にならなかった、餌にならなかったっていうよりもなんかもう今度なんかいじりすぎたらもうとんでもないことになるならないよそんな危険人物じゃないってやっぱ TKO さんはコメディなんですけど、渡部さんはちょっとコメディにしてよ、渡部コメディにしてよ、コメディにしてよ、やっぱりちょっと無理、いやいやいや、コメディにしてもらいたい、いいねどうしたんですか、なんすか。いやそう。ご機嫌。あ野球。いやちょっとね。野球見てる。渡部どころじゃなかったね。いや知ってます。今日だって。そうそう。メキシコ戦のね、うん、もう直後ですもんね。いや、はい、だから多分興奮した。めちゃめちゃ興奮した。ああ、うん。興奮して大丈夫なの。いや興奮してるんだよ野球の興奮は野球の興奮は許してください野球のちょ興奮も言って全部 何で興奮したか聞いてください野球で興奮した野球で興奮したでもただ興奮しただけ、ただ興奮じゃない、野球で興奮した、ね、それ以外村上のバットな、バットバットバットって言っちゃうとあれなんか変な意味になっちゃう、バットそんなことないですよ、バットです、村上のバットで興奮するバットでって言って渡部のバットなんてないだからそれはダメでしょ、渡部のバットは一番それは分かるでしょ、渡部のバット、渡部さんのバットはダメです、ダメです、それはダメです、渡部さんのバットはすごいいいね、すごいそれはすごいいいね、それはすごいいいですよ、流行ってない、流行ってない流行ってない、全部ね、あるね、だから今日渡部のね、はい、いや嬉しいです、まあ、改めてというかそうね、すいません、ありがとうございます、やっぱ掘り下げないと知らないこともあるから、まあ、確かにこう改めてって ないですもんね、でしょ、そうそう、この間ね、本当渡部のこと何にも知らないから、いや何もっていうのも冷たいじゃないですか、うん、ちょっとは知ってるでしょ、ちょっと知ってるかな、ちょっと知ってるでしょ、キャリアはあって、はい、人力車を発掘した人だもん、はい、違いますよ、何俺人力車そう社長じゃないですか、ここに人力車あるけど違う違う、そんな人力車のはちょっと先輩の方ですけど、まあ、小島さんが1期生で、うん、僕はちょっとその後ぐらいに入ってきて2期生ぐらい、まあまあ、後から誘われて入ったというか、なので、はい、そうなるとそこに今、うん、ちらっと書いてある、はい、同期が、はい、03飯塚、はい、ダンディ坂野っていうのは2期生、2期生で僕はこの半年ぐらいなので、この2人も厳密に言うと先輩は先輩なんですね、はい、飯塚ってそんな先輩なんだ、全然あの先輩です、豊本はいなかったんだ、それ豊本は3期生なんですよ、豊本はアンタッチャブルと豊本が3期生なんですよね、僕ちょうどその間ぐらい、はい、でのうちに角田が入ってくるんだ、そうですね、結構遅れて角ちゃんが入ったんですかね、なるほど、小島って同級生じゃないの、同級生、小島が先に養成所入ってて、うん、なんか相方が見つからないから同級生の僕を呼んだっていう、そういうこと、なるほどなるほど、はい、小島って見つかんなそうだもんな、小島はまあちょっとなんか調子悪かったんですね、うん、人で調子ですよ、いい時に調子が悪いだけですよ、実力あったんですけど調子が悪くて、うん、相方が見つからなくて、うん、僕実力はあった、実力はもちろんあります、実力はもちろん調子悪い日が長いんだな、1年最初の1年ちょっと調子が出なくてなるほどそうなんです、出たことないもんね調子、いやそんなことないですよ、絶好調今だったんですよ、ね、あの時というか、まあ、渡辺ブレイクの時、いや渡辺ブレイク調子がめちゃめちゃ調子が本当にそれはもうすごかったですね、それはもう、はい、そうか、それでね、はい、渡部を誘うと、そうです、ちょっとまあこうなんつうの、はい、かっこいいから一緒にやってみたいなこと、いやいや全然、あの高校の同級生でっていう、なんか何人か断られたみたいで、あ、うん、まあ、そう、僕大学ちょうど2年ぐらいで時間もあったんで、うん、多分それで声かけてくれたって言って、うん、見た目もいいしねっつって、うん、見た目もいいにし、まあ、そんなことは言われないですけどね、見た目いいねとか言ってなかった、言ってないです、言ってないです、言ってないですよ、こう見て欲しいもんね、欲しいよね、ブスブスよね、背の感じもちょうどいいねみたいな感じで、ちょっと何ですかそれ、さっき流行ってんですか、何なんですか、ちょっと、いや最初言ってたから真似したくなっちゃった真似したくなっちゃった、一回一斉目に出ちゃった頃を言っちゃうようになっちゃったんですか、そうそう、真似しちゃうようになっちゃった、やばくないですか真似しちゃうようになっちゃった、飲み会じゃないですか、それ飲み会じゃないですか、それって飲み会って大丈夫なの、私大丈夫でしょ、飲み会なんか何がいけないですか、飲み会は大丈夫、飲み会は大丈夫、大丈夫、会費1万円がダメです、それはダメです、ダメだ、1万円がダメです、1万円がダメです、会費は大丈夫ですけど、1万は安い
いねとかないのに、どうした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 、そう本当にその最初に言ったので、うん、やっちゃってるんですか。そうそう、なんか長引いちゃうの結構。だいたいこれでオンエアされると1個目しか使われてない。いやそうですよね。でも被せる癖ってみんなあるじゃん。あるけど、まあ、芸人なんでそこは、うん、いやそこは別に被してもいいし、そうだ、ね、いやいやそれはいやそんな、うん、いやいやいや、これしかないの、うん、この髪は。あ、もう一枚、一応はい、あ、二枚目、はい、うん、お、すごい、なんかちょっとまあ改なんか昔のプロフィールですけどね、これも。あ、なるほどね、はい、そうそうそう、昔のプロフィールね、ああ、いやもう、いやいやもうなんかこんなツッコミしたい、こんなツッコミしたくないですか、受けてないです言わせないでください、こんなこと久しぶりにね会って言わせないでください。いやいや、いや南川君もやめた方がいいよ。先輩のそういうノリを引きずって。そうね、南川も。やめた方がいいよ。やめた方がいい。いやいや、でも受けてるとか受けてないとかじゃないですから、うん、別に。ここは深掘りなんでね。いや、深掘り。うん、そう、だからいろいろ持ってるから。うん、いや、なんかそうなんですよ。もういろんな仕事がない頃に。資格すごい。いや、なんかそうなんですよ。すごいね。はい。ラテン級なの、社交ダンス。なこれあれです、例のあの売りなりで、あ、そうか、撮ったやつです、はい、売りなりも出てんのか、ギリギリ、はい、出させていて最後の方に特番になってから、すごいよな、一級って、はい、結構どういうステップなのラテンって、いやもう全然覚えてないですけど、ラテンは結構早いのか、いや早い、なんか可愛、うん、いいね俺のステップ見る気ないじゃないですか、ね、それ言いたくなっちゃって可愛くもないし、可愛くもないし、なやめましょうよそれ、それやだ俺なんかその変なノリの回でもその変なノリの回やで、だってすごい楽しみに来たのに酔っ払ってるみたいな人回じゃないですかってじゃどんな感じでしょ、ステップがないじゃない、ステップ、いやなんか腰をこう動かさずにこういうなんか、大丈夫腰を動かしたの、ダメです、腰いいでしょ、腰を動かしたの、腰振りはいいでしょ、ダンスの腰振りだ、腰振りってもう粒立てちゃったらもうできない、夜景鑑定士、あ、鑑賞士っていう、僕、どういう夜景鑑賞士のマナーとか、うん、日本夜景遺産っていうのを登録されてる写真を見てどこって当てたりとか、うん、そう、そういうのですね、夜景ね、夜景六甲山とか、ね、あ、そうです、六甲山、まさに日本三大夜景の、うん、はい、あの本当に100万ドルの夜景っていうのは、あの本当に見えてる電気の量、うん、電気代を試算してその値段を引き出したと言われる、うん、はい、100万ドルの夜景、はい、日本夜景とか好きです、夜景とか好きです、わ、あ、分かる分かる分かる、俺も六甲山行ったことないけど行きたいでっちゅ、ね、行きたいでっちゅ、ちょっと待ってください、何やってんすか、夜景見たらジューってなっちゃう、何やってんですか何をしてんですか3人が、俺もう分かんないですかね、こういう久しぶりマジで、俺マジでやべえ、なんかちょっと無理ですよ、俺急には全然やってないんだからこういうの分かんないですよ、慣れてない、まだ慣れてないっていうか、いや難しいですよ、なんですか難しい、分かんない、ゆうちょっとノリでやってない、いやノリでやっちゃダメですよ、真面目になっちゃうといけないじゃん、やっぱそうそうそう、ちょっと良くないですよ、そういうのに、変なノリ、良くないですか、良くないですよ、だって分かんないですよ、なんて言っていいか、趣味特技で恋愛心理学って、これはね、かつてはちょっと、いやいや、ダメと特技って意外ですね、これはもうだからちょっと消さないと、それも消します、女性も消してますね、一番心理読めてないの、そうですよね、これはとっくに消してます、公式からは、こんなものは、はい、たまたま多分今日用意したのがこれだけですから、ここで出してくるんですよ、習いたいやつもいるだろうね、いや確かにしていないですよ、どんダメです習ったら、これでも結構消します、すぐ消しますこれね、食べ歩きも、食べ歩きは行ってないじゃない、いや食べ歩きはね、うん、ぼちぼち再開させていただいて、どういう感じで行ってんの、どういう感じで店までどういう感じで行ってんの、店までどういう感じで、うん、普通にあの電車とか電車乗って歩いたり車で行ったりとか、うん、行ってますよ、ちょっとその歩いてる感じ、ちょっと歩いてる感じ、うん、ラテンの感じ、店を発見する感じ、ラテンの感じ、ラテンで店を発見する感じ、ラテンのステップで店を発見する、それは見たいですよね、あ、じゃないっす、なんすいやだ、もっとちゃんとトークしたいですよ俺なんか俺違う、俺サマーさん俺もうやっね、俺だっていいじゃん、違う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 、渡部何やってんの、いやいや何やってんのなっちゃうんですよ、これだったら変な、パフェとかなんかね、パフェなんかあったりとかしたり、そう食べ歩きでね、あったりするじゃないですか、いやいや何何パフェ、パフェとかパフェとかはあんま食べない、クレープとか、クレープはあんま甘いもん食べないから、甘いもんいかないんだ、甘いもんあんま食べないです、そうなんですか、甘いもんあんま分かんないんだ、分かんないですね、はい、食べ歩き行かないのね、食べ歩き、まあまあ甘いもの以外は行きますけど、うん、
たまにあのお店行ってね、はい、渡部の写真いろんないっぱいとこに貼ってあるの、うん、あ、ありがとうございます本当にもうありがたいですもうそれがねもう全部なくなっちゃった、はい、全部一部下げた人一部下げた人がいる一部下げた人がいる一旦下げさせてもらいました一旦下げて時期、はい、時期というか、うん、まあまあまあ一年飾ってね一年飾ってねまたねあの復活させていただければなと思いますけどその際も本気で最近のおすすめ聞いてみたいんだけど何のラーメンではいラーメンね個室とかラーメンで個室、うん、ないでしょいや、ないね会食ラーメンみたいなこれはこういうなんかこれは一人ラーメンみたいなのあるけど疲労の芸営和岩ってお店はラーメン屋さんなんですけど懐石スタイルなんですよ、うん、だ前半ご飯が出て最後締めのラーメンっていうのがラーメン屋でラーメン屋さんででこれって僕と三村さん一緒に行ったら同じラーメン食べれないですよ三村さんは1回目の来店で1回目用のラーメン僕は10回目ぐらいで10回目用のラーメンがあって、あの毎回必ず違うラーメンが出るっていう疲労の減塩和岩っていうんですよ。へえな、ー。うわ。本当にメモっとしてやつじゃん。マジで。言ってください。本間ね。すごい。すぐ出んなやっぱり。いやいや本当それだけはね、鈍らないように、はい。そこだけはね。はい。ハンバーガーは。ハンバーガーはい、うん。どの辺エリアどこですか、ね。やっぱ都内の。都内。うん、ハンバーガーは1個どこがいいかな。ハンバーガーよく行ってありましたもんね。ハンバーガーは種類あるかいくつかこう、高級なとか。特徴的なので言うと、うん、代官山のヘンリーズバーガーってお店は、うんね、野菜も何にも入ってなくて、であのアメリカのいわゆる本場のスタイルで肉をマッシュいわゆるちょっと潰しながら焼くんですよ、うんで結構肉汁をこう出しながら結構焦げをつけて、2枚とか3枚入っててバンズでガッと食べると思うんですけどこれ槍ヶ崎にあるヘンリーズバーガー、食べたい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  どうしたんだよかわいいいやいやいやわしがかわいいじゃん俺だってそんなやつだと思っちゃうよだってそんな付き合いないんだからなんか今のノリでやってて俺そんなやつだと思っちゃう元からそんなやつだ知らないからだって知らないあの美味しいの言ったらこうなっちゃう。あんまり知らないから。知らないから。ほぼ初対初絡みでそれやったらそんなやつだと思っちゃうよ。キャラクターね。キャラクターで。そうなっちゃうわ。どうしたどうした。食べたくなっちゃって。なんかこうなっちゃってすみません。だんだん衝動的になっちゃったんですよ。うん、衝動的。これから本当の僕なんで。好きだからね。好きだから。見た目はどうなん？じゃあ見た目だから本当シンプルですよ。本当にもうあのなんかいろいろ入ってないグルメバーガーと違ってお肉と本当にトマトとレタスが本当1枚ぐらいがピュッと入ってだからアメリカンを味わいたいし、ね、いいね、はい、普通ふわっと刺すもんねガッと食べるそれからやっぱ噛んだ時に肉のこの詰まり方が噛み応えがある非常に美味しいですねソーセージだとどうなるソーセージ、うん、ソーセージですかソーセージソーセージ屋さん NG それ言っちゃうと NG それ言っちゃうと NG NG かって聞かれたらもう NG 全部全部ナチュラルに俺はソーセージ来たかったのにいやいやダメですよもうダメですもうダメ NG ですソーセージ系おまんじゅうおまんじゅうだいやいいでしょおまんじゅうおまんじゅう屋さんダメでしょおまんじゅうって言わないでしょおまんじゅう和菓子屋とか言うでしょおまんじゅうって言わないでしょおまんじゅうならいいんだねまんじゅうでももうダメですもうおまんじゅうでおまんじゅうが目立っちゃったからもうダメですもう和菓子全般ダメ NG ですもうダメですよもうそれじゃあ俺これ本当に好物なんだけどそうそうパンケーキうん、これね好きなんですよパンケーキとクレープが好きなんですパンケーキもほんとすみません食べないですよ全然食べないですそれもダメなの甘いものも苦手ですでもなんか佐々木のぞみちゃんに連れてって言われたらどうですかいやまあそしたら一生懸命調べますけどこれもね、奥さんの名前フルネームで言う体質なのよあいやいやまあまああんまりでもいいなと思っていいなと思っていいなと思ってるのいやいやありがとうございますいいなとこいつそういうとこなのマジで、うん、これマジでマジでマジだったらダメでしょいいマジでマジだったらマジでダメでしょ人の奥さんにいいのってダメマジだったらなおさらダメ、ね、いいねいいねそれなんか冷めるわそれ途中のその冷めるわもうなんかあもう言わないですかすごい盛り上がってきてるのよくないですよ水差してますよ本当にそうか、うん、ワインは飲むのワインはいワインすごくそうやワインに合う食べ物を聞こうかなじゃんいやもうそれ何でも今この自然派ワインとなんとかみたいな店のもう完全なトレンドなんですけど、うん、これ和食もあれば蕎麦屋もあればおでん屋もあれば、まあ、イタリアンフレンチはもちろんですけど、もんじゃ焼きがあったりとか、ワインともんじゃ焼き自然派ワインとなんとかっていうのも完全にトレンドですね今ねただこれ皆さんなかなか耳にしないのはやっぱテレビを主戦場にしてるからなんですよ、うんうんこれちょっと真面目な話していいですか、うんうん、自然派ワインは僕はテレビで好きだったのに言えなかったんですよいわゆる何がいいかって、はい、ブドウを作る上でも醸造する上でも全くケミカルなものを使わないんですよ、うん、だから二日酔いしないんですよ
お、いいじゃん。で、僕一生酒飲みたいんでこのワインが好きだったんですけど、うん、この文言をやっぱちょっとテレビで言えなかったんですよね。自然発じゃないやつ、ノンケミカルだっていうのがいいっていうのを言えなかったんですよ、大手スポンサー様がいるので。なるほど、なるほど、はいはい、なのでいつも味が美味しいですって言ってたんですけど、本当の本当はそっちです。自然ワインにハマったのは、本当の使いやすいですね。ゴールなんか安いもんね、今ね。か、かいいね、これ。なんか、この動きは。あー、いい、いい、どうした？これ、はい、いや、そんな陽気にやってました、俺。そんなに？ローションみたいな。え？ローション？ローションじゃねえんだよ。ローション、ローションやめね。ローション NG でしょ。ローションじゃなくて。もうダメですよ、NG ですよ。な、これもこの動きも NG。俺もローション。もう俺も NG。俺もローション。ローション NG って何なの？ダメ。持ち歩いてるから。持ち歩いてるから。ねえ。俺はできることなら地上波の前説をやる、はい、これ、いや違うんですよ、これ、うん、お客さんの前でですね、あのね、名アシスト有吉行ったんですよ。ああ、いい感じですか。あれ、汐留だったんですよ、スタジオ、うん、めちゃくちゃ久しぶり汐留のスタジオ行ったんですよ、あの収録で、ね、飲まれちゃって、うん、規模感とか、うん、なんか照明の量とか、うん、カメラの量とかに、うん、で、これ万が一また呼ばれる機会があった時、俺多分力こう発揮で、若手の頃そんな感じ覚えてますね、スタジオ飲まれちゃう感じ。ちょっとあのテレビ出れないならちょっと前説ぐらいだったらもしどっかでやらせてもらえればね、だから慣れたいというか、スタジオに、はい、いやいや、渡部さん前説だったらもうブレるでしょ、うん、なんで、ね、なんで、いやいや、だって渡部さん前説だったらお客さんも気になって気になって、いや、それ謝るよ、ごめんなさい、僕が出てきてってちゃんと謝るよ、ちょっとやらせてください、リハビリやってるわ。そうそう、その後ゲストが、はい、やっぱその若手とかだと若手だったらこれね、なんか渡部さん気使いますし、渡部さんがまず女のお客さんがいや、そんな気になってんすか。俺絶対テレビ無理だわ、じゃあ。そんな嫌われてんならまだキャーって変態じゃないですか、もう俺も。もうダメです、そしたら。そしたらダメ。いやいやいや、もう落語始まった。ちょっとあの、あの医療系の衣装じゃないですよ、あのボタンの発想じゃないですよ、ね、エリなしのね、いいんですよ、うん、なるほど、そういう意味だね。そうなんですよね、だからちょっとこれはなと思って、結婚式の司会で、あ、これはね、結婚式大丈夫、めでたい席大丈夫、僕もそう思ったんですけど、うん、もう司会とかスピーチ頼まれて、どうしてもって言うから、うん、いやちょっと待ってと思うけど頼むからって言われて行ったら、うん、シンプルにめちゃくちゃウケたんですよ、そう、逆だからね、逆っていうか、もう離婚してるわけじゃない、呼ばれてマイクの前に立っただけでもうクスクス来てて、うん、でも結婚生活で大事なことは絶対に嘘をつかないことですって言ったら結婚式場割れるぐらい受けるな、ボッカンボッカン受けて、あ、俺まだこういう道がもしかしてあるんだ、何にも面白くない、普通のこと言ってるけどボッカンボッカン受けたんで、ダークヒーロー的なダークヒーローとか、まあ、なんかその感じがあるね、全部ボッキンボッキン受けたのもう NG です、この話 NG ちょっともうすぐ NG になるからダメだよ、ね、すぐ NG ダメ、早く NG 多いじゃん、 NG 多いじゃん、自分でボッキンボッキン受けてたんだ、ボッカンボッカンって NG 多いボッキンボッキンダメでしょ、 NG、 それも NG、 もうやめましょう、これは一旦あれだね、はい、ちょっとこっちのインタビューがあんまりこうできてないでちょっとふざけちゃったから反省会っていうか、もう一回ちょっとあ、でもマジでそれやった方がいいですよ、ね、やった方がいいよ、えちょっと今変なノリ一回やめた方がいいですよ、崩れちゃったから、はい、あ、それは申し訳ない、うん、ちょっとじゃあ一回いいよ、マジですか、すぐやるから、うん、ちょっと本当もっと深掘りしたかったんだよ、わかりました、じゃあ浅見しちゃって、はい、ごめんなさい、うん、いいですか、はい、ちょっと最後出来はちょっとラテンちょっと見せて、ラテンで出る、かわいいね、かわいい、それやめないと休憩中にそのノリこれやめるから、はい、ね、やばいな、これね、あの三村さんダメよ、言語言ってるから、言語してるそうです、君かわいいねを言わすかいなのに俺が連発しちゃってるから、もうそれは行きにくくなって、そうそう、何回も言ってもそれは言わない、いいねも早いしもう警戒しまくりですよ、ね、そうね、それは言わないってなっちゃう、もうこれ絶対言わないよ、なんか違う振りでいかないと、かわいい、うん、ウィーネがみんな蔓延してたからダメだったんだっていうので、うん、はい、そうでしねみたいなのにして、うん、はい、そうか、そっちを逆に禁止して、はい、誰で流行ったんだっけみたいな、うん、あ、うん、あ、もう言わせにくるぞ、ね、そうですね、もうだって渡部大体聞いたから渡部の話は、そうだね、確かに、うん、そうですね、そうでしねでいい、なんかあります
からそれぞれ一個ずつ分かりました、するんで弟子、そうですね、美和さん、ね、じゃあ俺はそうですね、うん、いや、そうでっかですそうですね、そうでっか、そうでっか、うん、じゃあそうでポンにします、そうで、うん、ポンにします、じゃあそれででっかがちょっと変な感じだからすぐ変えちゃうかもしれないいや、今一旦ね貫いてほしいけど来た時に、なんか話すトークテーマとかあった方がいい、欲しいね、いいですよね、食だね、うん、もう一回食の結局行く一番好きな飯は何なの、そうだね、そうですね、よく行く、うん、じゃあ呼ぼうか、うん、デスネンにしようかな、じゃあえどうでもいいけどそれの変更面白いけど何を悩んでるデスネンかな、デッカをやめて、デッカをデスネン、デッカをなんで、うん、じゃあお願いします、失礼します、あすあ、すいません、はい、ちょっと反省して、ガチで反省したから、はい、あ、うん、はい、はい、もういやいやむしろもうこっからなんじゃないかぐらいの感じで、うん、ここから和田君のやつを聞こうかなと思ってんの4ちょっと待って、何ですか、いやいや聞こうかなと思って、真面目にやる、真面目にやると思ってんのよ、はい、だけど和田君はやっぱ飯だね、あ、そうですね、原点、原点だと思ってんのよ、まあ、ね、はい、だから和田君の本当に一番ね好きな飯をですね、聞きたいんです、ちょっと待ってください、いろいろジャンルある中で本当の渡部の好きな飯を聞きたいのよ、何を打ち合わせしたんですか今どうしてたの反省って、何をしてたんですか、ちょっと来てる、本当、本当何ですか、本当よ、いやほらいろんな飯を知ってるじゃん、はい、だから本当に好きなのを知りたいのです、何ですかその弟子って、そのコピー言ってなかった、何、いや言ってないでしょ、一回もこれは最初から言ってないじゃん、言ってないですよ、言ってない、ウィーネは言ってますよ、弟子はないですよ、全然、ウィーネって言ってた、言ってた、さっきそれが良くないですよって言って、うん、それ反省して戻ってきたら、もうそういう変な、またおかしいね、おかしいですよな、まあ、怒らないでいいじゃないですか、ポン、なんだお前ちょっと 目見ろよちゃんとなあほぼ初絡みだろ、だってちょっと先輩に対してなんだよ、メモを誘いに来ない、結局だから一番ね、一番結構好きなお店は、うん、どこですかポン、やめろそれもうこれお前には言える先輩だ、やめろその変な語尾ポンポンとか、うん、何ですかそれ、おかしいね、おかしいっすよ、なんかおかしいね、うん、それもおかしいって、運がついてるもん、おたけさんさっきから好きなのが好きだ、好きなご飯を知りたいです、弟子ほら弟子ポンで最後うんつけれる、もう分かりましたよ特性が、3人のもうダメです、やめましょうそれ、なんか変えたのよ、さっき何でしたっけ、最後ウィーネですよ、なんとかウィーネ、ウィーネ、変なノリが、ウィーネって誰か言ってたもともと言ってたじゃないですか、誰ですか、あ、誰、元はね、なんだ、誰かのギャグ、なんだ、嘘でしょ、嘘でしょ、なんだウィーネってなんだっけ、いや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 、そもそもね、そもそもはもう忘れてるんですか、なんだった、誰から発生した、いマジやばくないですか、俺自然に言ってたから、マジで発生したやつかと思って、いやいやいや、俺いや、そんな追いぼれちゃった追いぼれっていうか嘘で、いや、フジモリです、フジモリ、フジモリ、フジモリ、君カワウィーネでしょ、え、君カワウィーネ、そうか、そう、いや、ちょっとそれ本意気でちょっとやってみる、なんでですか、なんで今更それ、ちょっと考えようか、なんで今更やんなきゃいけないんですか、どんな感じでしたか、フジモリが指さすんだっけ、うん、出てますよ、ちょっと本意気で見たいです、そのなんか分かんない、ノリ、分かんない雰囲気ですよ、うんうん、君可愛いねみたいな感じですよ、うまい、はい、うまい、ラテンで、ラテンでいきながら、うん、ラテンで、より陽気に、そうですね、確かに陽気欲しいです、より陽気に、なんでですか、ね、チャラい感じだ、うん、そうすると思います、そうです、ね、あ、君可愛いねそうだそれだ、それだじゃない、これは今初めてですよ、それだじゃないですよ、これ藤森もやってないですから、これは今ここがオリジナルですよ、それだそれだ、それで思い出したみたいに言ってるけど、これ今生まれたやつです、これはよかったよかった、よかったじゃないですよ、さすが、さすがじゃないです、元気でよかった、渡辺、いや元気でっていうか、それはもう嬉しい、僕はテンション上げてきましたから、今日一瞬してなんか元戻るような、いやいやもう本当にもうワントーン高い君はカワウィーネは、なんですか、なんですか、ちょっとまだ君カワウィーネがちょっと俺からしてみたら冷静に見えた、ああ確かに序盤があると君君君君君みたいな、うん、序盤がある君君君君君君、そんなのあった、あると思いますよ、あるね、なんか序盤が序奏みたいな、そうそうそう、なんかちょっと序奏があったと思うんですよね、最後ね、君君君君君君君かわいいねお前なんだよお前何の設定もなかったぞ今まで
もうほぼ初、そんなに偉いのかテレビ出てて、最高です、そんなに逆転するのか、露出で露出でそんなのか、南川が一番誘導してるから、いや、そう、そうだよ、そんな逆転はないから、そんなするのか逆転は、笑い会は露出で逆転、南川もやってほしいな、調子乗れ、調子乗れ、今ね、多分ご存知ないと思う、2、3年出てはらないから分かんないけど、ゴイゴイスーが流行ってるんですよ、ゴイゴイスーできます、え、津田くんのやつ、あ、そう、流行ってんの、いや、めちゃめちゃ流行ってる、俺の自粛前ももう流行ってなかったよゴイゴイスーはめちゃめちゃ流行ってます、流行って、また、はい、ゴイゴイスー今また来てる、ゴイゴイスー、どんなでしたっけ、ゴイゴイスー、ゴイゴイスー、はい、ゴイゴイスー、そうですね、はい、スーを差し上げます、スーを差し上げます、はい、お前なんだよちょっと待ってって、なんだよ、なんだよ、さっきの話聞いてた、さっきの話聞いてた、変わるの、じゃあこれでちょこちょこちょこピー、いや、それ関係ないじゃん、流行ってない、流行ってない、ダータラッタッタッタッ、いやいや、うんちょこちょこちょこ、いやいや、それなんですか、やるこの気持ちが、なんですか、やるのって、やら、なんですか、この時間、最後ちょっとそれやってるね、ラテン、ラテンで、ラテンで、ラテンで、そうするとオリジナル、ワタフのオリジナル、ラテンで入ってきてるの、タタラタタタ、うんちょこちょこちょこピーン、ね、なんだよ、いや、これ結婚式最高だよ、結婚式なのこれ、入ってきたのやらないですよ、ただでさえややこしいやつが入ってきて普通にしてるだけでけどに、これうんちょこちょこちょこ変わったなぁ、ね、大拍手だよ、大拍手だよ、面白いねってなるよね、よかったよ、でも本当、うん、いやいや、そう、いや、嬉しい、さもう終わりです、終わり、うん、終わった、終わりました、ちょっと、いや、なんかだってもうトークしてないですよ、全部聞いたし、聞いたよ、これでほらまた全部聞いちゃうとね、そうですね、いっぺんに聞いちゃうと今日、うん、え、またなんか、いや、よかった、本当時間こまめにほら来てよ、いや、なんかそれでインタビューしてたからちょっとこういろいろ相談乗ってくれるぐらいのことまであるのかなって勝手に思ってたんですよ、うん、それでももう全部もう解決してないですよ、何、うん、全部知った、全部出たし、出てないし、いけました、ね、変なのがいっぱい出ましたけど、ちょこちょこピーラテンとか忙しいの最近は、いやいや、全然そんなことない、時間あります、うん、はい、全然全然あります、はい、まあだからね、うん、また来てもらって、そうね、うん、楽しくやるじゃないかって、うん、本当に終わりですかこれ、うん、本当に終わり、な、何で終われてるんですか今何があって、何かあって終わるのかしら、なんか、いいねー、いいねー、それ気になる、ちょこちょこピーで終われないですよ、キレウィーネー、キレウィーネーじゃない、ラテンで、うん、そんなに忙しくな、ウィーネーいいですよ、何ですかそれいい、何ですかそれそれやっても終わるもん、絶対終わりっていう、終わりな、何かなってのは分かる、何かなじゃない、もし何やろうとしてたら、ずっとふざけて、なんかなんか目的があった感じある、目的、うん、俺らが何かをやろうとしてた、あ、なんか変なことさせてやろうみたいですか僕に、うん、でもね、1個あったの、1個だけ答えが、答え1個だけある、1個、うん、踊らせようみたいなことですか、渡部を、なんか、だって渡部って踊るじゃん、踊らないっすよ、ラテン一級なの、番組以外で1回番組以外で初めて踊りましたね自然に踊るからそれじゃない、踊らないっすよ俺全然、うん、で、違うのよ、それ以外なんか言葉で、言葉で渡部が言ってうん、それ言ったらやっぱ作戦タイプ前とかいろいろ思い出して、いや、うん、そしたらウィーなんとウィーネですか、なんとかウィーネ、うん、あ、はい、何でしょ、つまり、うん、何でかその正式に君川ウィーネ、そうそうそうなの、いや何そうなのって分かんないんだって、俺もうブランカーから何それ正解って分かんないんだ、それでもういいね、だからいいのじゃない、分かんないっつって、もうウィーのよ、うん、いや、それもやめてくださいよ ね、何どういうこと、本当に分かんない、君川ウィーネだね、言うかなっていう、渡部に君川ウィーネを言わした人が、うん、そう、これほら、これです、渡部に君川ウィーネと言わせたいだから、そういうことです、これはね、ちょっとやってたんだけど、いや、だとしたら下手すぎますよだってウィーネウィーネ自分たち入ってから言いました、一回言うわけだ、言うわけだよ、一回行く時に怒られましたよ、でしょ、最初から言い過ぎだ、早いもう行ける第一声なんとかウィーネって言ってるからそんな警戒しますよ、渡部って釣られんのかなと思って、釣られるわけないですやばいし、釣られたらもう下手なんだ、下手ですよ、本当に下手です、うん、僕食べたいですとか言ってたじゃないですか言うわけねえだって、君カワウィーネって言うわけねえだって可愛いか、可愛いかもないしね、言ってたんだよ、可愛いか、あ、それであんな変なことやってたってこと、そうそう、いや、それは言うわけないじゃないですか、これだって、なるほどね、はい、じゃあだからもう成功っていうかね、まあでも聞きながらよかったよ、渡部の話な、全部大体、はい、そう、これもあったし、元気そうでよかった、いやいや元気そう、いやいや、それ俺、うん、あ、最後言ったって、これ強引に終わしてませんでした、うん、あれなんだって誰の番組やってみて、自然じゃないってやってって言っちゃったから言いましたウィーネは誰のだっけ、もう強引すぎますからウィーネを誰のか忘れてるっていうのはあれもめちゃくちゃですよだから本当またね
あ、マジで終わりですか。マジマジ、うん、え、これ万が一も本当最初にわーとかノリで言ってたらどうなったんですか。終わりなんです。危ねえ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 、めっちゃ喋りましたよ。危ねえ危ねえ危ねえ、そうだったっす。そうね、うわ、じゃあ終了です。マジで終わりですか。わざわざ本当またありがとう。ありますか俺またこれ。もちろんもちろん。本当ですか。人気急上昇だ。次いろんな仕掛けを用意しとく。仕掛け、そう、イージーモードにしてください。俺本当にイージーモードに。ハーゴは分かんないですから。脱ぐぐらい疲れちゃった。え、脱ぐぐらい、脱ぐぐらい、まさにびしょびしょになってもう。お願いします。本当にじゃあね、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あ、終わり、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。妖精しらきに気をつけろ。筋肉つられちゃったの。サマーズチャンネル。